ハーバード・ジョン・グラット・ストームは、イギリスの政治家。バス勲章ナイトグランドクロス勲章師聖マイケル、聖城寺勲章ナイトグランドクロス勲章師大英帝国勲章ナイトグランドクロス勲章誌、水密古門館、治安判事。自由党に所属し、1905年から1910年にかけて、内務大臣を、1910年から1914年にかけて、 南アフリカ総督を務めた、首相ウィリアム・エワート・グラッドストーンの抜歯である。グラッドストーンは、首相も務めたウィリアム・エワート・グラッドストーンとその妻で、アルサースティーブン・グリーンの娘キャサリンの間の抜歯で、父が財務大臣の時にダウニング街にて生まれる。なおウィリアム・ヘンリー・グラッドストーンと、ヘンリー・ネービル・グラッドストーンは実刑にあたる。イートン・カレッジとオックスフォード大学ユニバーシティ。 カレッジで学んだ後、同大学のキーブル・カレッジの歴史家にて教鞭を3年間取った。1880年にグラッドストームは父親の施設秘書となり、同年の総選挙でヨークシャー州のリーズ選挙区から庶民委員議員に当選した。1885年の総選挙でもリーズ、西部選挙区から再選された。1881年から1885年に、 かけて、大倉教員を務めた。1886年には、第3次、グラッドストン内閣において、ファイナンシャルセクレタリーツーザウォーオフィスとなった。1892年に、父親が第4次、グラッドストン内閣を組織すると彼は、内務省政務次官に任じられた。続いて、首相となった第5代ローズベリー伯爵アーチボルド・プリム・ローズの下では、 建設長官を務めた。またこれに先立って、数密顧問官に劣せられている。1895年に下野した自由党は1905年に政権を奪還、当主のサーヘンリー・キャンベル・バナマンは彼を内務大臣として入閣させた。この人事は成功とはみなされておらず、1910年の内閣改造で彼は更迭され、南アフリカ連邦総督及び、 同地の高等弁務官となった。同年、カウンティオブラナークのグラントストーン死者区に乗され、さらに聖マイケル、聖城寺勲章ナイトグランドクロスを授けられた。1914年に南アフリカ連邦から帰国し、バス勲章ナイトグランドクロスを授けられた。第一次世界大戦中は様々な慈善団体に支援を行った。1917年、 大英帝国勲章内とグランドクロスを授けられた。1930年にハートフォードシャーシューウェアで死去。息子はおらず、グラッドストーン死者区は一代で断絶した。ありがとうございます。